どうもこんばんは、善次郎でございます。ただいま私はですね、タイ・バンコクでございます。今日ちょっとですね、安定のちょっと遅刻なんですけども、向かい風でしてね、まあ、そんなことを言いながら、始めさせていただきます。今日は、まあ、皆さんも、ニュース等で、知ったと思うんですけども、師匠のですね、上岡龍太郎が 永眠いたしました。ということもあって、ですね、まあ、まずちょっと皆さんどうもこんばんは。白山さんどうもこんばんは。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ちょっとね、まあ、上岡龍太郎師匠について、まあ、少しだけまだまだ気持ちの整理はついてないんですけどもね、お話をちょっとしようかなと思ってます。でしかもその取材とかもちょっとあったりするので、まあ、そちらと話が被らないように、まあ、そっちの方でお話をするっていうこともその取材の方々とお話をしたので、今日はねそんなにがっつりとっていうわけではないです。はい。まあ、皆さんのどちらかというと、上岡龍太郎師匠ね、師匠の、思い出をいろいろ書いてください。そちらの方を読んだりとかして、まあ、ちょっとの質問には答えたりはしますけども、その取材の方とちょっと被らないように、したいと思いますけどもね。失礼いたします。じゃあ皆さんいろいろまずは書いてください。いつものように読んでいきます。森さん、こんばんは。ありがとうございます。どんどん書いてくださいね。ありがとうございます。白輪さん、こんばんは。それから、マムルさん、あ、こんばんは。ありがとうございます。どうも。それから、白ウサギさん、こんばんは。声もありがとうございました。ありがとうございます。これね、今、電波が、このタイのホテルなんですけども、バンコクのね、弱いですって出てきてるんですね。これ電波が弱いのか、僕のタレント性が弱いのかね。どっちなんでしょうかね。ちさぼけよしやさん、こんばんは。ありがとうございます。いろいろ書いてくださいね。白木さん、夏井、笑いという。何でも書いてください。北野さん、お疲れ様です。北野さん、栗原さん、こんばんは。ありがとうございます。それから、今西さん、こんばんは。ありがとうございます。これね、今日ね、多分ね、そういうこともあって、初めて見られてる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、いつも見ていただいてる方、わかりますね、これ。このメディアの使い方、テレビとかラジオとかじゃなくて、その場で生で書き込んで、それで読んでもらってっていう、この、楽しみ方があるというね、インターネット放送ですね、配信は、できるだけ参加した方が面白いので、で、まず書く、で、読まれる、それドキッとする、それなんかコメント言われるみたいなね、この即時性の良さ、これ考えてください。昔ラジオやったら、これ、はがき書いて、ポストなんか入れて、1週間待って、で、スタッフがいろいろ、寄ってね、そこ。で、これええとか言って言うとね、ずっと聞いてたよ、読まれへんわ、みたいなあったんですが、これすぐですから。できるだけね、冷やかし半分で見る。ただね、冷やかしの時ね、やりがちなのが、まあ、さっきもありましたが、懐かしいみたいなね。あんなん書くよりは、とか、まあ、まだ生きとったんや、とかね。まあ、そんなこと、そんな、こと書くよりは絶対内容的なこと書いた方が面白いんですよ。なので、いろいろ皆さんね、今日は、上岡師匠についていろいろ皆さんの思い出を聞かせてください。まあ、感想でもいいですしね。皆さん、こんばんは。ありがとうございます。神林さん、あ、こんばんは。ありがとうございます。いつもありがとうございます。おつくさかさん、こんばんは。ありがとうございます。それから、ちいちゃん、あ、こんばんは。ニュース驚きました。心ご冥福をお祈りいたしますということで。ねえ、まずはちょっと皆さんに読んできますね。不穏のニュースには驚きました。栗原さん、ありがとうございます。
草餅野郎さん、こんばんは。ありがとうございます。マリニスさん、こんばんは。ありがとうございます。山本さん、こんばんは。ありがとうございます。これ見れてますか？大丈夫ですか？ちょっとね、回線が遅れてる感じがするんですけども、何かあったらここに書き込んでくださいね。ゆうちゃんさん、こんばんは。今週は善次郎賞特別編、神岡龍太郎追悼スペシャルですね。そしてどうやって神岡さんを弟子にした理由とかいろんな話をお願いしますということで、まだね、ちょっとね、気持ちの整理もついてないので、今日どうしようかなと思ったんですよ。なので、追悼スペシャルでもないんです。まあ、少しのお話を、気持ちの整理ついてないまま、しかもその気持ちの整理ついてないまま、神岡師匠がお亡くなりになられたっていうことの気持ちの整理もですし、あと、取材でお答えしたっていうね、そちらの方と、かぶらないように、っていうこの整理、この整理もね、できてないままなんで、ですね。なので、皆さんのことか、ね、僕はまあその皆さんの思い出、上岡氏を私にとってはこうでしたとか、皆さんの中に映る上岡師匠とね、僕の中と違ったり、それは当然なんですけども、真実はそれぞれというね、事実は上岡師匠が亡くなられたということで、今までテレビ引退されてからは全然出なかったっていうね。それまでは出てた、その出てた間に起こった事実はあるんですけども、皆さんの心に残っていることが真実ですからね。面白いもんね、真実は一つって捉えるのか、はたまた皆さんの心に映る相対的な、ものなのかっていうところでも違うんですけども、皆さんのそれぞれの聞かせていただければなと思います。ありがとうございます。お師匠様の上岡さんのお話を伺いました。ご冥福をお祈り申し上げますということで、お疲れ様です。草場さん、ありがとうございます。何でも書いてくださいね。あきさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。よく聞こえてますよ。後藤さん、ありがとうございます。昨日ありがとうございました。どうも。英語のね、ショーやったんですけども。あれ、見に来ていただきまして、ありがとうございます。どうも。千里さん、岡村さん、こんばんは。神子さんの訃報につきお悔やみ申し上げますということで、ありがとうございます。どんどん書いてくださいね。加藤さん、お疲れ様ですってびっくりしました。ありがとうございます。山本さん、僕はやっぱり探偵ナイトスクープですね。あの頃が一番好きでしたという。なるほど。探偵ナイトスクープについてもちょっとお話はしましょうかね。こんばんは。お悔やみ申し上げますということで、ありがとうございます。ケイシ君、ありがとうございます。その衣装はタイまでお持ちしたんでしょうか？いや、もともとね、僕は、この衣装で、やる予定やったのがね、たまたまなんですけども。ライブ見れております。音声バッチリです。ありがとうございます。フリカドさん、ありがとうございます。向かい風で遅刻の話とかで、遅刻した時のね、お話で。わかりました。後でね、どんどん皆さん、まずは皆さんの書き込みをもとに、落ち着いたら、それぞれお話をしていきますけども。でも、あきこさん、お久しぶりです。神岡師匠の訃報に驚きました。ご冥福をお祈りいたしますということで。いや、僕もね、びっくりはしましたね。今年のね、正月にお話をちょっとさせていただいて、電話でね。で、もっと前ぐらいから、ある程度の腹は僕は、くくってるつもりやったんですけどもね。というのも、うちの親父が亡くなったのが76歳なんですね。で、ノック先生も76なんですね。談志も76なんです。でね、上岡師匠がね、もう上岡とか師匠とかちょっと、
普段言ってる言葉に変えていきます。まあ、師匠がね、新年会とか忘年会とかでまあ集まったりした時に、コロナ前とかですね、そういう時によくそういう話をしてたんですよ。もうちょっと若い時ですね、70代途中、まあ、うちの親父が亡くなった時も、まあ、上岡師匠に亡くなりましたみたいなこと言うと、優しいもんでね、何でも言って何でもするよって言って、そんなことで別にまあしてもいただくことはないんですよ。そんなうちの親父の亡くなったにね、何でも言ってやなんて言って、で僕が言っていいことなら、僕が言ってカッコつくんなら行くよとかね、いやいや、そんなそんなカッコつくより師匠来てもうたら逆に困りますみたいなこと、まあ師匠、まあ、ちっちゃく「おいおい」って言ってましたけどね。まあそんな方で、で「いくつで亡くなったん?」って後から言われて、「76」「76か」って言って、「ノックちゃんも76」「談笑76」って言って、僕も76かもなみたいなことは言ったはったので、まあ全然お元気な時にね、まあそういう自分が亡くなるた時のこともそうやってシャレにもおっしゃるようなお方やったんでね、で僕もそれもね、自分の好きな方とか近しい方が76歳っていうのがあったんで、76くらいからは ちょっと腹はくくってる節はあったんですね。自分の親のこともあったんでね。でもやっぱこう実際に亡くなられたっていうことをお聞きした時に、もろいもんですね、腹をくくるなんていうのは。もう取り乱してね、どんどん書いてください、皆さん。クリアさん、ありがとうございます。私は OBC を歌って笑ってどんどこと毎週聞いてました。あ、縦板水ではがき読んだり、古代史の話、あとへりくつが面白かったです。そうですね、歌って笑ってどんどこの OBC ですね、桜橋にあったんですか、あそこの近くのところで弟子入りみたいなのが、僕の中であったんで、非常にジャクジャクさんね、桂ジャクジャクさん、それから当時は誰やったかな、もう一人の水谷由美さんが出てたりとかね、しちゃったんですけども、ジャクジャクさんとの掛け合いがめちゃめちゃ面白かったですね。そう、縦板に水で。今覚えてるのは、まあそこに僕は弟子ついてたんで、後ろで、しかも、うちの師匠って、リスナーの方をすごく可愛がるんですね。リスナー、どんどこリスナーって言って、その方々が見に来てるんですよ。その僕ら、まあ後ろで、まあ、立ってね、見てたんですけども、上岡龍太郎独演会やりますみたいな、で、弟子も出ますみたいなことになって、僕は初めて舞台、まあ他ではちょっとは出てたんですけども、大きめのとこで出してもらったのがそこでしてね、で3日間近鉄小劇場でやりますみたいな、ジャクジャクさんが「無茶しょんない、誰が無茶しょんないね」みたいな ジャクジャクさんがか師匠にこう突っ込むっていうこの図式がね、僕の中ではすごく面白くてね、突っ込まれた師匠がちょっと可愛く見れると、見えるというかね、なことも思いながらね、弟子つきながら聞いてましたけどもね。ありがとうございます。どんどん書いてくださいね。現在タイのバンコクなんですね。海外からありがとうございます。そうなんです。アジアツアー、やってましたね。で、行く時です。お聞きしたのがね、まあ、息子の小林翔太郎監督から、まあ、メールがありましてね、で、まあ、それもね、本当にもう混んでよっていうメッセージなのか、まあ、上岡師匠の強い強い意志があっての、ちょっとまあ時間経ってからで、お別れ会もなしでとかっていうね、そういうことも、いろいろ書いてあってね、上岡師匠がふっと「金銭と行きなさいよ」みたいなね、ことを言っていただいた気がしてね、ありがとうございます。
料理をさん、ありがとうございます。2日ほど上岡さんの動画を見てました。上岡さん亡くなったことは死にたくないですよね。どんどん皆さん書いてください。京都市上京区烏丸、上長町通り、KBS 京都というフレーズを思い出しました。あ、KBS 京都ですね。ゼノさんの話し方、上岡さんと似てて好きですという。まあ、上岡は僕のをパクってますからね。逆逆。僕がもう本当に、パクってる 状態でしてね。パクるって意識もないんですか？やっぱりこう好きで、やからやっぱりそれが入ってくるっていうのと、あと方法論を使う時にね、僕が、まあ話し方、今ではね、もうなんかそんなこと僕はワークショップとかでね、スタンドアップコメディの作り方って言って、まあそれ細かくは言わないですけども、その話にはリズムがあるっていうの、それはまあやっぱ完コピ、音楽は完コピするじゃないですか。ビートルズってビートルズの完コピします。そして、それを完コピしてから、まあ、いろんなね、例えば U2 であるとかね、そういうの完コピして、で、ね、オリジナルに入ってくるでしょ。落語家さんはね、師匠のそれがあったりするんですけども、他の、まあ、現代における、まあ、漫才であったりとか、漫談であったりとか、ね、特に僕なんかスタンドアップコメディですよね、がないんですけど、一応方法論僕は使って、やっぱ完コピの、をしてる一人に上岡龍太郎師匠っていうのはあるもんですね。何人かこう完コピをしてね、それで自分のオリジナルになっていくんですけども、それが入ってるか、もしくはまあまあそれだけやったら、まあ他の人の口調も似てきたらいいんですけども、そうじゃない、やっぱりそれは付き合ったからですかね。上田大輔さん、またアメリカよろしくお願いします。もう一回聞きたい、ゼノさん言ってくださいと。何をですか？遅刻のやつですか？ ふおごに、百田直樹が、我こそは神声で一番知ってるんやとライブ配信で一番腹立った。 いや、まあそれぐらい 愛されてるっていうことじゃないですかね。だから報道のされ方ね、あとそれから皆さんのコメントで、あ、すごく愛されてたんだな、そんなにも尊敬されてたんだなと思ってね、思いますよね。みんな思ってるんじゃないですか、我こそはって言って。ゆうちゃんさん、ありがとうございます。なんか発覚しましたけど、ゼニローさん、上岡さんにタモリになれっていう話は本当ですか？あ、こういうの聞きたいですね、なんか。こういうなんか、街の噂がありますみたいな。師匠から僕にタモリなりゃ君って言われたんですか？いや、なれはないですけど、テレビやるんなら、タモリさんのやり方が良さみたいなのは、聞きましたよね。できるだけ内容をなくすとかね。帯番組をやるときに内容をなくします。っていう。なので、上岡師匠は帯番組一回もやってないんですよね。そのサラリーマンみたいなことできひんという、まあ理屈でね。まあ、その番組はこう、って言いながら、最後、引退される前、翔平さんですよね。TBS で帯やってんねん。やってるやんけっていう。そのあたりもね、師匠らしいなっていう。そうですね。タモリさんにもお話は聞きましたね。タモリさんになるにはどうすればいいんですかって言って、僕がタモリさんにね。なれないよって言ってましたけどね。
まあでもいい加減にすることだよとは言われましたね。ここがね、タモリさんのすごいとこでね、いい加減にするっていう。これいい加減な手を抜くわけでもなくてね、難しいですよ、本当に。で、ちょうどいい具合にするってことですね。まあ力を入れないとかね。視聴者と同じ、視聴者そんな気合い入れて見ないじゃないですか。まあ見てる方いるでしょうけども、できるだけ楽に見てるんで、そこへと同じにするってね、むちゃくちゃ難しいです。やっぱり気合入ってしまいますしね、頑張ろうとしますしね、それを抜くっていう作業ね。で、僕もよく帯番組ね、やれてたもんですよ、何年かだけですけどね。やっぱりでもやっぱり力入れてしまうから終わってしまうでしょ。やっぱりナイトスクープですかねっていう。ああ、あきこさん、ありがとうございます。何でも書いてください。後でね、皆さん、どっと読んどいてね。で、ナイトスクープとかについてもね、お話をさせてもらいますけども。善良さんのことを知るきっかけが作ってくださった上岡さんので、とてもショックですって。ありがとうございます。これは、川かさんですか、何ですか。ひらがなで教えてください。それか、川かおりさんですかね。ありがとうございます。僕のことを知るきっかけで、上岡龍太郎師匠から僕の話を聞いたってことですかね。高坂ゆりさんです。こんばんは、お疲れ様です。ありがとうございます。まあ一応今日はですね、まあまだ気持ちの整理はまだついてないんですけども、少しだけ思い出話というかね、特に皆さんの中の思い出話というのも、まあ、取材でちょっとお答えしてることとか、そっちのことがあるので、あんまりそこと被らないようなお話はさせていただきたいなと思いますけども。新井さん、こんばんは。お悔やみ申し上げます。神尾さんに。間近で会ったのはいつですかという。あ、これもね、取材でちょっと答えてるんですよ。なのでね、まあ、近々ですね、会ったのは、まあコロナ前ですけどもね、まあそこはちょっと詳しい話は、どこの取材かはちょっと言えないんですけど、それを見ていただければなと。まあでもね、最近のことをね、これ聞かれるんですけども、引退をされてるわけじゃないですか。引退バチッとしちゃって。ね、今が23年も前ですか。25年かな。で、そっから今に至るわけですよね。だからもう上岡龍太郎はあの時に、まあ、ある種、そこで終わるって言ってるわけですよ。でもまあ最近のこと聞きたいと聞きたいと思うんですよ。皆さんも。何してんの？その引退してからどうしてたやとか、どんな関係やったんやとかっていうのはね。そこはね、取材であるとか、あとライブとかで、その秘話みたいなの喋るんですけど、一個はね、言いたいのは、例えば今でもほら、上岡龍太郎が亡くなりましたって、まあ死去しましたみたいなの報道があるでしょ。その時バーン写真写すのが最近のやったりするんですよ。いや、なんで？もう引退しはって、ね、もう結構年いかれてからのね、やつやったりするんですけど、いや、引退前のね、なんで写真出さへんのやろなと思って。もう本名の小林龍太郎の写真を写すじゃない、出したりするじゃないですか。あの辺りどうなんでしょうね。あの写真のチョイス。どんどん書いてくださいね。まあでも一つ、まあちょっとだけ言うと、お会いした時ね、やっぱりもう、引退されてるので、僕、まあ二人きりとかじゃないんですけど、まあ周り皆さん、まあ例えば新年会やったら、まあ昔のメンバーであるとか、元マネージャーであるとかね、あと最近の友達であるとか、そういうのももう誰でも来なさいよって感じで割ってくるんです。あと、どんどこリスナーの方も来たりしてるんですね。まあね、もう、上岡龍太郎として、まあ皆さん会いに行ってるんですけど、もうそこ引退されたんで、
僕はもう聞きた話いっぱいあったんですよ、もう善次郎としてね、もう現役として。で、現役が僕だけやったりするんですよ。で、行った僕、浮いてたりするんですね、そこで。僕ってなんか、ギラギラしてしまってるみたいな、ことやったりするので、でね、もう一回、講師だね、僕ね、その方々にとっては、僕、弟子ついたどっか知ってる人らばっかりやから、まだ、18歳の頃のひょろい善次郎なんですね。そこもだいぶ経っても、例えば40も半ばやったりした時に、もうその注意のされ、周りからね、その注意のされ方、いやもう18にするような注意やがな、みたいなこともあったりするんですよ。ごめん、わかりますかね？だからいつまでもまあ18歳やと思って皆さん周りは接するんですけど、こっちは成長なのか後退なのかわかんないですけどもね、あったりするんでね。だから、まあそんな中でもちょっとは、まあ僕はまあどうしても聞きたい話を、まあで、またもうそんな新年会の時ね、そんな芸の話いらないからね。さあ、ゴルフ行って帰ってきました、ゴルフのあれ、あれこうやなとか、そんな会じゃないですか。だからね、で、現役で亡くなりはったわけじゃなくて、引退されて何年か経って亡くなられてるんで、ここはね、ちょっと他と違うとこですよね。山本さん、ありがとうございます。前野さんの郷土ライブの時に、切なそうに上岡師匠の思い出を語っているのが非常に印象に残っています。切なそうに、ちょっと切なそうに語るのやめとかないとダメですね。生きてる時は切なくてね、切なく聞いて、僕の中では切なく語ったわけじゃないんですけども。ありがとうございます。栗原さん、上岡龍太郎さんの影響を受けた中の一人です。落語を聞くようになったのもその影響かもしれません。栗原さん、この世界の影響を受けた。別にこの世界なくても、まあ、何かで影響を受けられたんですね。あと誰ですかね、受けた中の一人っていうのは。善次郎も受けてるんですかね。どうなんでしょうね。元木さん、ありがとうございます。上岡龍太郎さん、ご冥福をお祈りします。私の父親と年が近いので、一言ではないように思います。そうですね。でも、81歳。フックさんがね、ノックフックパンチ、まあ、漫画トリオ、これももう今知らない人いるんですね。漫才師やったんですね、とかって言われることもあるんですよ。いや、そうですよ、と。もともとノックフックパンチで、まあ、ノックね、フックね、パーンチね。で、しかもノック先生の献杯の挨拶の時も、上岡龍太郎で出てないんですよね。横山パンチとして出てるんですよね。横山パンチとして出てるのに、その横山パンチの、まあ、漫才の時は、まあ、単に突っ込みで、ノックさんが目立ちましたからね。で、ご本人は、まあ、よく言ってるのは、まあ、やりたいことがあったと。だずーっと辛抱してたと。その辛抱してたのを上岡龍太郎になってから、爆発させたよみたいなことは、僕が漫才をやった時にね、悩んでた時ですね。もうずっと悩んでるんですけどね。いや、今もよ、悩み解決することがないんですけど、ありがたいのはそれを聞く人がいるっていうのがね。 そんなもどうでも、弟子のどうでもいい話乗ってくれてね、なんかやりたいことがやれないとか僕は言ったんでしょうね。漫才ではもうその時間も決められてる、あとそれ相方もいる、お真面目になって、そういう話をしてくれて、あ、そうやったんやと思って、で、横山パンチの時できなかったを上倉やってる言いながら、最後の献杯の挨拶は横山パンチですが昇華されて、思いっきり上岡龍太郎の芸でしたよね、あれは。あれも素晴らしくてね。中口さん、デイロさんのビデオに出演した上岡さんが放送禁止を連発するのを覚えてます。あ、そうですか、そんなんありましたか。そう、こういうね、僕が知らないのをもう聞きたいですね、その関係であるとか。神林さん、ありがとうございます。上岡さんの思い出、大嘘を聞いている人を完全に納得させる理屈付けで、真実からのように語る話術が印象的です。あ、そういう見方は。
結構レベルの高い見方ですね。ね、僕ですらね、ああ、ほんまや思いながら聞いて、途中で聞いて損したみたいな時あったんですけど、ゼニオさん、上岡さんの現在映画監督をしている息子さんとの接点ありますかという、まあ、個人的にも大ファンでね、ご連絡もいただき、で、お芝居なんかもね、スタンダップなんか見に来ていただいてね。でも今回本当に、小林聖太郎さんですよね、聖太郎監督の、文が素晴らしすぎましたね。いや、見事です。本当に。お世話になった方々にも突然のお知らせになってしまったことを深くお詫び申し上げますと。去年秋頃、積極的治療の術がなく、本人も延命を求めていないと知らされた時に、少しは覚悟しておりましたが、あれよあれよという急展開で、母も私もまだ気持ちが追いついていない状態です。とにかく矛盾の塊のような人でした。死と子なんてそんなこと、そんなものかもしれませんが、本心をうかがい知ることは死ぬまでについにかなわなかったような気もします。弱みを見せず、かっこつけて、口先三寸。運と縁に恵まれて勝ち逃げできた幸せな人生だったと思います。縁を授けてくださった皆様方に深く感謝いたします。いや、素晴らしい、素晴らしいな。いや、僕はもうこれでグッときましたね。まあ、この素晴らしさ、まあ、いろいろあるんですけども、口先三寸で、まあ、僕が知らない、まあ、家庭の中のね、ご家族の顔と、その神岡龍太郎の、まあ、仕事の顔とはまあ全然違うんですけども、いつまでも本心を見せたい家族にも弱みを見せず、かっこつけて口先三寸っていう、なんか自分のこと言われてるようでね。僕は師匠によく言われたことです。君は口先三寸やなと。格好ばっかりつけやがってみたいな、それで。いや、そういうのもあってね、なんか、これを見て、で、まあ、僕の中では正直言って、お話を聞いたときに、翔太郎監督からね、気持ちがね、不安定なんですよ、情緒不安定になって。で、現実味がない、まずね。と、あと時間が経つにつれ現実味が帯びてくるんですね。で、パニック状態になるんですよ、パッて。で、まあ、そんなこともやってられへん、ちゃんと自分の仕事やらないといけないとか、その現状を把握することに判断ができないんですよね、いろいろ。あまりにもこう一瞬不安定になりすぎて。で、冷静になってくるじゃないですか。すると、急に涙が出てきたりするんですよ。まあ、不思議なもんでね、ずっと泣いてるわけも、人間って不思議なもんで、ずっと泣いてるってのは無理ですね。それからふっと忘れたりね。で、まあ、そこから皆さんが心配、発表あったじゃないですか。発表あった後、本当皆さんが心配かね、ゼロさん大丈夫ですかとかいろいろまあ言っていただいて、もう本当に皆さんありがとうございました。それからね、やっぱり、声明をちょっと出さないといけないなと。まずじゃあ、ツイッターで、何か報告をと思ってね、やっぱこう、何書くかなってこう振り返るでしょう。急に涙が出てきたりするんですよ。あの時あんなこと言ってもらったらこんなこと、だね、それでね、気持ちがね、もう、めちゃめちゃなんです。これ、今もですよ。今もなので。で、そこはやっぱり整理まとめてから、まあ皆さんに報告であったりとか、追悼であったりとかね。あと、まあそういうことをちょっとさせていただくかな。まあ、まだそこまでも考えられてない状態で、
自分の気持ちを整理することに今必死になってる状態ですね。私にとって神岡さん、漫画トリオのタコ踊りの工場です。あの工場で生で聞いてみたかったです。あ、トゥールール、はい、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、なのね。マウンタイさん、こんばんは。こんばんは、何でも書いてください。ちいさん、よく見ていた番組は探偵のスクープです。神岡さんがやっていた時はよく見ていました。ちょっと剣あるような、神岡さんが見て、西田さんもやってました。それから今、松本さんもやってます。ちょっとナイトスクープはちょっと触れますかね。神岡隆史にとって生で拝見したのは、鶴瓶さんとパピプロテレビ観覧時でした。とても紳士的で論理的な素敵なイメージですというね。これもちょっと、取材でもちょっと喋ったんでね、どこまで触れていいかどうかなんですけども、長いものには巻かれるのの話はいつも感動します。神岡さん、やっぱり私はナイトスクープが印象的ですという。ありがとうございます。いろんなことが大きな節目ですねという。そうですね。意外と大きな節目なんですけど、僕の中ではね、僕、大きな節目いっぱい迎えてるんでしょうけど、ちっちゃく捉えてしまってしまいますね、僕。ちゃんと大きく捉えないとダメなんですけど。スタンダップコメディを日本や海外ツアーを広めているゼリノさんが先日亡くなられたお師匠様の神岡龍太郎さんについて語られておりますという各所へシェアさせていただきました。ありがとうございます。 そのこともね、今日ちょっと取材で聞いていただいて、そのスタンダップコメディは何ですかっていうことで、それもね、そこでお話してますんでね。ありがとうございます。結構読んでたら時間経ちましたね。探偵ナイトスクープで例の企画をやった時、神岡記者が怒って出て行ってしまった時のことも非常に印象に残ってます。探偵は小枝さんでしたが、テレビ局の出演まで問題にしたのはやはり神岡さんだと思いますと。ねえ。ありがとうございます。神岡さんには一般社会から 外れて生きざるを得なかった人への優しさを感じましたと。そうですね、これはちょっと喋ってないんで、ちょっと喋れるんですけども、本当ね、弱い立場に立って物事を見る方でしたね。ここは本当にね、素晴らしかったです。それも僕は今やってるスタンダップコメディね、いろいろ世界各国行くと、そこも基本なんですよ。で、今のお笑いはどちらかというと、強い立場に寄り添いますよね。村ですからね。で、僕は師匠に教わったのは、やっぱり、社会ですね。個人。君はどう思うんやってことよく印象的でした。だからなんか、よくね、探偵ナイトスクープでなんか切れたとかね、帰ったとかね、ああいうのが、面白おかしく皆さん語られるんですね。あそこで切れよったとかね。そこでわーって盛り上がる。それはいいですよ。でも、その盛り上がりも幼稚やなと思うんですね。神岡よう切れたと。本質的には、例えばフロアディレクターに対して何か切れた、切れるっていう行為自体がね、それもただエンターテインメントの一つなんでしょうけど、
フロアディレクターとかアシスタントディレクターって、まあ社会的に一番まあポジションとして下じゃないですか。でも一番現場で生が分かってますよね、こう。で、ディレクターとかプロデューサーが来てないパターンがあります。あと、ディレクターは上のモニター見ながらいろいろやってるんですね。C だけ出してるんです。生のスタジオで何かを感じたりするのは、その一番社会的にそのテレビ局内で視察されてるアシスタントディレクターとかっていうのが一番分かってるわけですよ、その生の現場をね。で、君のことを信用で、上から指示が飛ぶわけですよ、ディレクターから。その巻いてくださいとかね、まあ、早次行ってとか。で、アシスタントディレクターはそれ聞いて、まあ、指示で、まあ、行ってとか、こうなるわけですよ。で、盛り上がってる時ですよ、上から。もうそれよう分からんから、タイムだけ見てね、巻いてって言うな、分からんけど、巻いて。上岡は、君の味方やから言い返しなさいと、上に。現場は君が一番分かってんねやと。ディレクターが分かってない上と。プロデューサーも来てない。もう分かってないな。君やりなさいよって言って、まあ、言った時に、味方ですよ、バチッと。まあ、もうフロアディレクターが社会的には下やけども、やる限りは、仕事やる限りは全然公平じゃないですか。だからそのフロアディレクターとしての立場を全うしたらいいけど、違うんですよ。やっぱ上の人の話しか聞かないみたいなことになるんですね。その時に、例えば、ほんま、いや、すみません、末期やけど、今盛り上がってますんで、もうちょいちょっと引っ張った方がいいと思いますとか言ったらいいんですけど、そういうのも、言われた通りやるから、神岡は、なんやねんそれと。だってもう味方なって、君の立場分かってっていうの、そこのことがあるから、まあ切れるっていう行為自体ね、はまあちょっとどうかなとは思うんですけども、全てはそこの本質があるんです。でも世間に伝わると、神岡さんブチ切れたわ、怖すぎる、いや違う違う、全然違う。で、そこが僕は分かったので、社会の型ですよね。なので、できるだけその、弱い立場の者に対して、こう、きちっと、その上からこう言うのではなくて、君と同じなんや、私の立場だと。だったら、その上の人に対して何かを言おうよと。それに対しては、私は全然あなたを応援しますよっていう立場なんですね。ねえ、そこが、こういうことがね、あまり、伝わらないですよね。今のはまた、まあ、追悼であるとか、そういうところで神岡さん切れよったとか。なので、心霊で罰とかね、顔に罰書いただけね、罰書きよってゲラゲラ悪く、まあまあ、それはまあ、やった行為としてはね、おもろいじゃあ面白い、街の喧嘩と一緒にね。でもあれ本質的には、別に占い師の方をが外で、まあ、例えば街角でね、細々やった占い師の方のとこ行って罰なんて絶対しないですよ。だって占いっていう非科学なことで救われる方もいらっしゃるんですからね、それはもう自由ですから。まあ、ご本人はそう、自分はそういうのは信仰しないとか信じてないってちょっと置いといて、違うんです。テレビ局。占い師権威じゃなくてテレビ局なんです。テレビ局の姿勢。というのも、一方ではなんかそれこそ、うっさんくさい占い師が、未だにテレビ出してるでしょ？なんか、手相がどうとか。公共の電波ですよ。エビデンスをその言ってる時に。そんな霊魂がどう、愛何があるとかね、それがもうあたかもあるかのように、で不安はあるでしょ。だったらそっち傾くやと、それはファシズムやと、違うと、真逆の科学的なのもあっていいんじゃないかっていうことでなんですね。だからナイトスクープとかで、なんか霊がババーン出ました、うわー怖ーみたいな、で終わった、ちょっと待て、これ危険やでって言って、で切れたとこだけ違うんです。あれテレビ局だよ、大きな公共の電波に対してガッて言ってるんですね。そこのとこの本質はもうなんか言わないじゃないですか。その、面白がらないでしょ。僕が面白いと思うのは、
その神岡龍太郎がそういうテレビ局とかのファシズム性についてきちっと大人として物申す。で、番組止めてまで。で、しかもそれをエンターテインメントして出すところに面白さを感じるんですけど、人は違うんですよね。単にキレたなんですよね。それはね、ポジション、社会的にやっぱり大きなものに対して何かを言っていくっていうことじゃなくなってきてるんですよ。切れるってことや。だから、大きなポジションがちっちゃい、弱い立場にバー切れたいうのも、同じように捉えられて。そこはね、ね、一貫しましたよね。そこはね、かっこよかったです、本当に。僕には到底できないですね。真似しようとして大失敗しましたけどね。白井淑子さん、神岡龍太郎さんのお話の中で一番好きなのは、たとえ他国に攻め込まれても平和を愛した小国が美しく滅んだ言い伝えられたらいいという話です。その強さを持って生きていきたいですという。浜村淳さんとの話ですね。憲法第9条を語るみたいな。あれ面白かったのはね、憲法第9条語るんでね、浜村淳さんが、まあどちらかというと右派の方の意見で、で、神岡龍太郎が、まあ憲法第9条守っていきます。まあどちらかというとリベラル左派の意見でね。あれがね、ようできた漫才でね、まあある種浜村淳さんの方が上で、もともとまあ弟子入りに、やったかやってないかみたいなとこあってね。で、浜村淳さん、あなたの言ってることはお花畑です、みたいなこと。いやいや、神岡は、違います、違います。じゃあ、どこでどう攻め込まれますか？そんな、逆にお花畑です、言ってくださいよ、とかって言って。どっからどう攻めるか、単に攻めとかないとも分かんないんじゃないですか。どうなんですかって言ったら、それは危険ですね、攻めますね、みたいなことを浜村淳さん、どこなんですか？具体的にって言ったら、例えば、北海道の、ね、神岡はね、北海道の稚内とか、そこを、浜村淳さんが、そんなことは稚内って言うんです。これ で、上岡ちょっと笑うんですね。ここボケた浜村淳さんも面白いなと思ったんです。あ、面白い。そこで笑い入れてきたね。で、まあそこで北太郎さんが、まあ今そんなロシアが攻め込んでもね、そんなとこはないわけですと、一気なんかやるためにどうですみたいなことになってね。そうなってきたら、こっから中身をひっくり返してもすごいんですよ。そんだけ言うんならば、わかりましたと。今なんですか、自衛隊いうのは、儲かってないわけですよね、我らの税金で。おかしいんじゃないですかと。昔の国鉄っていう名前は、それでもいいこと言いましたね。これは将来国鉄が、何十年後か経ったら、これは無料にします。無料になってますから、今、税になってませんよね。逆に、高速道路しかり、国鉄しかり、どんどん値が上がっていってる。でも理想はそうやって持って、まだ偉かったと。どんどん上がっていく。そういうもんです、公共のもんっていうのは。じゃあ、だったら自衛隊は公共のもんですか？違いますよね。そしたら、儲けてもらいましょうよ。今の自衛隊ぐらいやったら、もうボーンとなんかどっかのちっちゃいアフリカの島、ボーンやったら取れるでしょ？みたいなことをひっくり返していくんです。いや、自衛隊だったら儲けろよと。理屈をね。うわ。もうこれはね、スタンドアップコメディの理屈です。いや、素晴らしい、この、大人のね、家系の漫才というかね。で、その中でね、さっき言ってた日本という国が、他国から攻め込まれても我々ももう何もしませんっていうことで、だから浜村淳さんがそこで、そんなこと、悠長なこと言っててもダメって、悠長なこといいじゃないですか。それは理想です。理想を考えたらダメなんですか。理想を考えた上で、政治がどん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 、それに近づいていこうって、これが理想で、これが本当ですよと。理想もないのに、現実のことばっかり言ったらそれおかしいでしょ、みたいな。そういうね、この掛け合いがあっての最後、そうひっくり返す自衛隊、儲けてないと。だったらもう、儲けるために、今から稼働せよと。バンバンの小国取ってこいよと。それは話の飛躍ですみたいなことを浜村淳さんが言ったりするんですね。
いいですね、なかなか。やっぱりそれもね、あくまでやっぱりシャレで言ってるんですね。子供の頃、母親役よくノックアムを見ていました。その頃の亀倉太郎さんが懐かしいですという。ノックアムをね、僕も出させてしまいました。初めて出させてもらった時ね、ビデオ漫才って言ってね、もう一人の僕を モニターで映してやるやつがあったんですけども、それでまあ、僕を映してね、で僕はそのビデオと掛け合いする、まあ、ロボットと漫才よりもっと前のやつですよね。まあ、ちょうど漫才やってて、もうやめたぐらいの時ですかね。それね、出させていただいたんですよ。そのね、後ろで髪をかけてるのを見てるんですね。それがね、もうほんとね、もう幼稚園児がね、もうハイハイでね、立ったみたいな感じで師匠がね、もうドキドキしながら、ニコニコしながらね、見てもらってたのをね、後から VTR で見せてもらうじゃないですか。なんと僕は情けないんだと、子供なんだと。いうのがありましたけどもね。長井由紀子さんの後が見せた。ああ、長井由紀子さんや、長井由紀子さんにもお世話になったよ。もう綺麗な方やね。長井由紀子さんどうもありがとうございました、本当に。ゆうちゃんさん、狭間寛平さんが2年前に神岡さんのゴルフへ行ったという話ありました。そして寛平さん元気やったのにって言ってました。まあ、2年前ね。はい。ということはコロナの頃ですかね。でもね、師匠はね、ほんとね、毎回ね、僕には絶対シャレを言い張る人なんですよ。だから、お電話口でもね、僕はもう、お体大丈夫ですかっていうことを、まあ、失礼ながらも聞かせてもらってね、毎回。そしたら、年相応ですなんて言って。神くれたらぽっかりしてね、年相応。まあ、縦板に水で自分の病名を何個かバーって言ってね、で僕は、そんなんあるんですかと。気をつけてください、だいぶだいぶって。あと、そうやね、僕ももうそろそろやからか、そうなんですかって、あと40年はぐらいかないから、行き過ぎやこれ、みたいなね、そういう掛け合いも。そういうのをちょっと僕の前では神岡龍太郎に戻っていただけてたんですね。ここの話でね。でも僕としてはほら、言っても、やっぱりいろいろ聞きたいんですよ。芸のことについて。まあ、大層な話ではないんですが、細かい話ですよ。あのネタについてはどうしたいとかね、社会風刺についてはどうしたいとかね、こうしたい。まあ、社会風刺についてはちょっと、まあ、主題で言ってるんで、ちょっと言えないんですけど。で、僕はこういう発見がありました。師匠、どう思いますかとかね。あの師匠ついた時のあの一言、あれは実はこうなんですよね、とか。もうでも、そんなもんね、新助さんがすごいこと言ってました。もういっぺん戻ってけへんか言われるけど、誰が戻んねんと。例えて言うたら。ベトナム戦争終わって、ハワイでのんびりしてるアメリカ人がもういっぺんベトナム戦争働け言われるもんやと。 もうものすごい例えでしょ。やっぱそうやと思うんですよ。僕なんかね、ベトナム兵ですよ。 ね、それがね、もうベトナム兵終わりましたって言ってね、ハワイでのんびり過ごしてる人がね、人に対してベトナムが、すんません、ビーチ行ってすんません、あそこの戦術どうなんですかね、誰が教えるやんですよ、向こう行ってくれでしょ。 そんなこと僕してたんやと思ったら、ちょっとね、後悔もあるんです、僕。あとはね、気持ち悪い話ですけど、ちょっともうそろそろね、時間なんで、もう軽く今日話をしたということで、まあ、まとめては僕、どこかで作品にしてやりたいと思うんですけども、気持ち悪い話なんですけど、僕ね、
引退されてからずっとね、心の中で会話してるんです、師匠と。毎日ですよ。で、師匠、これ合ってますかねとか。だからね、勝手に僕の中で、ジェニオ君ね、それはちゃうよとか。え、何違うんですか。そこはね、もうちょっと、にゃんわり言った方が気にいいよとかっていうね。だこの会話、ねね、その会話と、実際の会話もぐしゃぐしゃになってるんです。ちょっと。もうあまりにもしすぎて。でね、実際電話した時に、その会話になることもあるんです。ちょっと。その時不思議な感覚になるんですよね。なのでね、現役時代よりも、引退されてからの方が、現役時代に本当に喋った時よりも、引退されて心の中で喋ってる方が結構多いんです。だから僕の中で、師匠と会話をしてるのは、心の中で会話してる比率の方が大きいんです。これ聞いててね、分からない人いると思います。まあ、ちょっと聞いててください。アホみたいな気持ち悪い話。で、なので、多分亡くなられてましたよ。亡くなられましたよね。それでも会話してるんですね。まじまじと生きてるんです、僕の中で。で、また引退されてからの、もっと言うと、引退されてからの方が僕は会話してますよね。ずーっと。ということは、亡くなられてからの方がもっともっと会話すると思います。生きてた時よりなのでね、ここも非常に複雑な気持ちです。すごい悲しいんですけども、悲しいことは悲しいんですよ。実際にお亡くなりになられたということと、あと僕はもう師匠孝行っていうのができなかったですから、やってもらってばっかりです。これちょっと話し出すと僕も今号泣してしまうので、本当にやっていただきましたね。与えていただいてばっかり。じゃあお前何か返したんかっていうと、返せないままなんですここはもう非常に反省と悔やむ気持ちでいっぱいですね。で、悲しい、そうやってこうへこむ気持ちと、申し訳なかったなって気持ちと、あと、ずっと生きてるよっていう気持ちもあるんです。僕の中でね。心の中でね。その気持ちが今、入り混じってる感じですかね。ちょっと分かりにくいでしょ、これは。申し訳ないですね、なんか。もうちょっとちゃんと伝えれたらよかったんですけども。気持ちの整理も、ネタも整理できてますよ、本当に。最後、皆さんのちょっと読んでもう終わりましょうかね。清野さん、やっぱり清野さんの話聞いてると、本当に師弟愛がすごいことが分かります。ありがとうございます。本当ね、いい人に巡り会えたと思います。本当財産です、僕。こんな僕幸せな人いないです。あと、この国に、ああいう理性の、理性でユーモアのある、そして知的な芸人がいたっていうのは、この国の宝ですよね。本当僕はね、客観的に師匠とかじゃなくて、めちゃくちゃすごいです。分解してもすごいです。ロジックすごい、あとリズムがすごい、演技がすごい、いないです。いや、素晴らしい。世界どこ見てもいないです。本当素晴らしいですよ。そんな人がいたんだって、それ僕その間近で見れたんだっていうのは、
本当に僕ね、幸せやったなと思います。これ、師匠とかいない方、もう一つ分かれんじゃないですか、師弟関係って。で、常に怖くもあるんですよ、僕。師匠のことが。師匠やからね。今まで、注意されたトラウマとかっていうのもあるし、あと、勝手にこっちが怖がってる何か。それは自分のダメなとこですよね。自分の嘘ついてるとこに怖がってるとかね。怖い存在。分かんないですよね。だからその分からないことまでもが神でもないんですよ。神様、絶対的な神でもないんです。先生でもないんです。絶対的な神とどう違うか言いますね。絶対的な神と師匠の違いは、ちょっとしゃれ込みで言いますよ。師匠はいるからね。まあこれ、英語でやると笑い取れるとこなんですけども、皆さん何のこっちゃ分からへんかったでしょ。もう一度いきましょうか。神様と、絶対的な神と師匠と違うとこは、師匠は実際いますから。 まあね、まあまあ、ちょっとしゃれっぽく言いましたけど、まあ違うんですね。まあまあ、いてもいなくてもあれなんですけど、まあいたとしましょう、神様が。じゃあ絶対服従でもないんです。屈服でもないんですね。神、絶対の神に対しては屈服っていうのがあると思うんですけど、そうじゃないですね。屈服じゃないですね。乗り越えるっていうのがありますから、師匠ね。で、かといって、先生と生徒でもないんです。先生は成果を教えますよね。もうすごい人ですよね。でも師匠っていうのは、正解以外も教えてくれるんですね。この辺りはちょっと取材でちょっと言わせてもらったところなんで、ちょっとここからまたそっちの方を見ていただきたいんですけども、違うことを教えるとかっていうよりは、こっちが盗みに行けるんです。それ何なのかっていうのはちょっとまあ言わないですけども、このことももう今芸人の中ではそんな師匠と弟子みたいなのはなくなったじゃないですか。体験させていただいて、これを具体化させて、で、まあ僕はネタにしかできないんですけども、世界的にも喋っていきたいですね。これはきちっと多言語にもして。はい、ありがとうございます。昨日の大竹まことさんラジオで自分が弟子みたいに名乗るのを恐縮してたらしいけど、とても温かいツイートをされてました。まあ、大竹まことさんね。一緒に髪をくれて騙されないとで行きましたね、大竹さん。マラソンの後申し訳ございませんでした、本当に。一緒に飲みに行こうって言ってたんですけど、あまり変なこと言うとね、大竹さんに迷惑かかりますよ。ケンスケ森さん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。スパチャ、これ待ってたんです。今見てる方、このスパチャ。 高子さん、ありがとうございます。善良さん、神岡市長、最後まで華やかでしたね。ひっそりとこっそりといなくなられたのに、皆が見事に華やかに去られたテレビコメントをされてるのが印象的でした。まさにという気持ちです。上岡さんのお話を聞くのは本当好きでした。シアトルでご迷惑をお祈り申し上げてますという。またシアトル行かせてください。ありがとうございます。いろいろもう皆さん書いてある。あ、ケイシ君、ありがとうございます。ありがとうございます。東南アジアツアー後半成功を願ってます。沖縄ツアーもその後ありますんで、ぜひともいらしてくださいということで、もうそろそろしときますね。ちょっと何個かも本当は皆さんのね、読みたいんですけど、息子さんの話が見事でしたという哲学大学さん、あれでもそうですね、さっきも言わせてもらったんですけども、いや、これはもう本当に矛盾の塊のような人でしたっていう、これ言えるのはもう息子さんしか無理でしょうし。
これを言える間柄も羨ましいですしね。で、また僕自身も矛盾の塊ですからね。で、矛盾があっていいんだっていうことも、それを肯定していくんだっていうことも、僕はもう遅いんですけどね、もうものすごく遅い。それが分かったのがもう引退してから何十年も経ってです。そう、心の中で師匠と会話をしていってです。父と子なんてそんなもんかもしれませんが、本心を伺い知ることは死ぬまでついに叶えなかったような気もしますというね。本心をっていうね、これも面白いもんですね。弱みを見せず、かっこつけて口先三寸。運と縁に恵まれて勝ち逃げできた幸せな人生だったと思いました。運と縁に恵まれ、まあ、これをかけるのもね。僕はまあインタビューではまあちょっと違うことは言わせてもらったんですけど、でも、弱みを見せず、かっこつけて口先三寸っていうのは、いいですね。口先三寸で僕もこれでから生きていこうと思いましたね。堂々と。どんどん書いてください。あれと、もうなんか読めなくてごめんなさいねって、後で皆さんの読んどきますけども。雪沢さん、れんちゃんショックやったよねと。そうですね、情緒不安定になってましたね。で、思い出して、ぐっと涙出るときと、もう、ふっと忘れるときとあってね。だ、今日も、なんか、ね、気持ちの整理ついてないので、あまり深刻ったような話はできてないんですけど、なぜなら、号泣してしまいそうになるので。どんどん書いてくださいね。いやでも本当ね、芸人として言わせていただくと、まあ、弟子の立場もそうなんですけど、ちょっと置いといて、客観的に見て、ロジックの作り方は、まあ、多言語に、まあ、例えば英語に訳しても全然通用するんですね。語り口もしかりなんですけども、まあ世代的にね、そんな、まあ上岡師匠の時は海外出て行ってとかじゃなかったんですけど、非常にその辺りは僕、そのロジックの持っていき方っていうのが、パクらせてもらいました。っていうか今もパクってます。そういった意味ではすごく、理性のロジックの方ですね。そんな方が本当にいたんだっていうのは、例えば漫画界における手塚治虫先生であったりとかね、芸術界における岡本太郎さんであったりとかね、落語界における立川談志さんであったりとか、それに匹敵する新しい分野ですよね。僕あの方やっぱスタンダップコメディアンやったと思いますね。皆さんありがとうございます。読んでますんで、ちょっとここで読み切れないんですけども、今日ちょっと時間もね、もっとどん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 読んでいきましょうか。クレアさん、海外のテレビ局は占いコーナーないと聞きました。いや、あったりはするんですよ。
インドとかでもね、占いの方を突っ込むコメディアンはいたりするんですね。藤野さん、ありがとうございます。私はゼリオさんとの少しのお付き合いの中、ネタやネタ以外で、話の端々に上岡さんとの出来事などを聞くたび、お二人の絆を強く感じ、かけがえのない素敵な関係だと感動すらしてましたという。ね、本当に、日に日に好きになるってなかなかないでしょう。師匠のこと、日に日に好きになるんですよね。しかも引退されてから、ずっと好きになるんですよね。でもね、なんかね、好きになりすぎて、もう、何、上岡龍太郎みたいになってるんですよね。答えなんかよう分からなかったでしょ。なっていいやないか、話。いや、でもそういう存在が僕の中でそういう存在の方がいてたっていうのは非常に非常に幸せです。でもこっち、まあツイッターに書いたんでね、これはちょっとまあ言えるんですけど、一つ嬉しかったのは、電話口で普通そんなこと言わないのに、まあ、最近ですよ、すごく僕は社会風刺したのを喜んでくれました。めちゃくちゃ喜んでくれたんです。もう「いいことよ、やるよ」って言って、あの感じはね、久々でしたね。あれ、それいいよって言って。しかも引退されてからね、なんかもう引退されてからはね、もう芸人にはね、あんまりアドバイスせんとこって、僕に聞いてもねって言ったのに、いいよあれはって言って、ほんで講師やみたいなアドバイスをいただいてね、ほんで振り絞るかのようにね、君ね、50超えたら絶対再ブレイクする、絶対50からっていう占い師みたいなこと言われたんですよ。それ突っ込まなかった。で、なんか、ただ僕はなぜ突っ込まなかったかというと、占い師みたいなこと言ってませんって言わなかったというと、僕その時点で50超えてたからね。そっちの方が先出てきて、すいません、僕50超えてるんですけど、とは言わなかったです。ああ、はい、って。まあ、そんなことも言っていただけるんですよね。ゼロさんがなさっているスタンダップコメディ、海外の政治を回っていたり、ネットを使ったトーク、ロボットとの漫才、上岡さんが僕のトークはこれからの時代に通じないと言われて引退されましたが、ゼニロさんのトークやアイデア、やらの現代版上岡エッセンスを一番受け継いでるんじゃないかと最近ものすごく感じられますという。受け継いでるんですかね。あそこまでの僕は能力はまあないんですけど、あくまで理性の方で、で、やっぱ反骨で、弱い者の立場に立ち、そして、森羅万象すべてをネタにしてね、自分までもネタにする。そして自分の不完全な部分までネタにする。いや、世界でも、僕は客観的に言います。僕、世界ツアー行ってトップコメディアンです。これ言います。本当に。これはもう揺るぎないですね。幸せでした、僕は。ショー、ありがとうございました。あと、お疲れ様でした。あなたに出会えて
この上なく僕は誰よりも幸せでした。ずっと見守ってください、師匠ね。皆さんどうも今日はありがとうございます。気持ちの整理もついてないまま、話をさせていただきました。また整理ついて、ネタも整理ついて、気持ちの整理つくかもしれません。ネタの整理はね、なかなか僕つかないんですけども。皆さん聞いた中で整理つけて笑っていただきたいかなと思いますけども。言えることと言えないことと今あったりはするんで、そんな気持ち悪い中皆さん聞いていただきましてありがとうございます。それから数々のメッセージいただきましてありがとうございます。気を使っていただいて、ゼノさん気をつけてくださいねみたいな、それから、落ち込まないでくださいねとかいろいろ本当気を使ってもらってありがとうございます。ちょっと今日読めないんですけども、今読んでます。で、ね、ありがとうございます皆さん。何よりね、スパチャ少ないんです。それはいいやん。そのわけで今アジアツアーを行っております。夜分に見ていてありがとうございます。そういったわけでございまして、この辺りしときます。で、また来週もお話をさせてもらいます。皆さん気を使っていただきましてありがとうございました。ありがとうございます。上岡市長の謹んでお悔やみを申し上げますということで、今日皆さん整理ついてないまま見ていただきました。本当にありがとうございました。では皆さん良い週末をお迎えください。ではさようなら、おやすみなさい。さよなら、失礼します。